デイドリームは Google 社が Android のために開発したバーチャルリアリティプラットフォームである。2016年5月の Google i ーデベロッパーカンファレンスにて初めて公開され、最初の VR ヘッドセットデイドリームビューは同年11月10日にリリースされた。Google が最初に発表した VR プラットフォーム Google カードボードとは異なり、デイドリームは アンドロイド7.1ヌガーの OS 自体に組み込まれた存在である。デイドリームプラットフォームにはソフトウェアとハードウェアの仕様が規定されており、仕様を満たすよう設計されたスマートフォンはデイドリームレディーと認定される。2019年10月19日にデイドリームビューシリーズの販売終了を発表。2020年10月にはアンドロイド11以降から デイドリームのサポートが外れることが発表された。デイドリームはプラットフォームに準拠した新しいスマートフォンのみで動作する。Google は Google i、O においてサムスン、HTC、LG、シャオミ、ファーウェイ、ZTE、エイスース、アルカテルの発車がハードウェアパートナーとしてデイドリームレディースマートフォンを製造することを発表した。スマートフォンは デイドリームモードではプロセッサをフル稼働させ、冷点子を削減し、酔いを軽減する。以下に、デイドリームレディが確認されているスマートフォンを示す。Google デイドリームビュー Google デイドリームビューは2016年10月4日に発表されたデイドリーム用の最初のヘッドセットである。デイドリームビューに、デイドリームレディスマートフォンをセットすることで、VR ヘッドセットを構築することができる。 デイドリームビューは2016年11月10日にリリースされた。ありがとうございます。